辛い、うん、おでも顔崩れてますね。崩れてないね、うん、さすが。ご飯を先に取ってご飯始めて。おはようございます。寝起きカレーの時間です。おはようございます。寝起きカレーです。起きてください。お願いします。上まで運ばないといけないんで。え、起きてくださいね。え、あと10秒。19876543210。はい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 、起きてください。あ、でも本当に10秒経って。行くよ行くよ行く行く行く。じゃあお願いします。起きてね。お願いします。いやもう拠点が散らばってるから大変ですねこれ。もう一箇所に寝てくんないかな。はい、のこさん起きてください。おはようございます。お願いします。え、起きてくださいね。お願いします。頼みますよ。あこちゃん起きて起こしてきますから。起き上がってきますね。あこちゃん起きて。あこ降りてきて。はい、じゃあロコさんも遊びの時間やばいっすよね。はいはい、起きて。全員起きて。ロコ起きて。え、はい、起きて。あこちゃん来ました来ました来ました。1名来ました。あこちゃん動き出してきました。はい、大丈夫。こんにちは、ロコです。ロコです。こんにちは。おはようございますでしょ。確かに、おはようございます。おはようございます。はい、本日はですね、寝起きなのに可愛く食べないといけません、ココイチ10人前大食い、イエーイ。ということでですね、今回は寝起きで辛いものなんですけど可愛く食べないといけません。はい、可愛くない瞬間をですね見られたらマイナスポイントとなっております。でプラスで今回いろんな辛さのココイチのカレー10人前用意しております。4辛はですね、3辛を食べた人にしか食べちゃいけないでしょう。レッツゴー。僕食べたことなくて、この何辛とかのやつ。ピッピピに聞いたんだよ、何辛までいけるって。まあ、4からぐらいまではまあいけますみたいな感じで言ったんで、4からに今回してます。本当に本当に言ってた。怖ビビビ。一応ちょっとさ、ロコモカーコスタッフ虚言癖あるから。ある。虚言癖じゃない。話をあの楽な方に盛るっていうね。あ、確かに珍しいタイプのスタッフです。書いてないやつがゼロ。具材もいろいろありますよ今回。カレーはどれがあるの？カニクリームコロッケと、あとほうれん草。ほうれん草、ま、ほうれん草分かってないんだけど、これ2からっすね。誰だ、行きますか。これやばいかな。いや分かんないですよ、順番に行ったらって思ってますよ。もういいや、これ行こう。行くの、何個する、何から。ママ、これがいい。かわいい感じでね。これママに寄せてってて。あ、オッケーです。じゃあ辛いの食べれる人フリじゃね、これ食べれない人。食べれない人ね。食べれない人フリじゃない。アコとロコは辛いのが苦手なんです。アコだけで好きな。食べたいとはなるけどね。アコだし、ロコちゃんです。
何カレーの場所がなくなる。僕それ食べるとか言ったけど、それ何カレーなの。カニクリーム。カニクリーム、カニクリーム嫌いだわ。いいや。あ、ちょっと待ってください。今ちょっとそこ置いて。あ、カニクリーム。見ましたか。見ましたか。あ、じゃあマイナス1。あ、ちょっと待って。下打ちした。で、あこちゃんそれ何からゼロだよね、標準だよね。どうですか味は。美味しい。めっめっちゃつけてるけど、お皿の裏。嘘でしょ。親子揃ってこうですからね。口につけると言われたくないよね、ママ。本当だよね。え、親子揃ってってか、ごめんなさい、チーム揃ってでしょ。そうだよ。福神漬け。あ、ちょっと。パ？ちょっとお尻。甘口が、甘口がいいんだよ。これ、これ辛い瞬間、辛い感じで顔が崩れるとあれですか。バイク食べないといけませんか。うん、いける？辛い。辛い、うん、お、でも顔崩れてますね。崩れてないね。うん、さすが、さすが、さすがで。え、めっちゃ辛い。マジ。え、ちょっと、え、ちょっと食べてみて。あ、マコ、これダメかも。マジ、結構やばい。これもう確実に無理やん。なんでこれスプーン2個ある。多分食べて大丈夫だよ。食べないよ。あ、まこちゃん美味しい。辛い。あ、あ、どうした。ナビ、はい、走って。ナビ、はい、走って。あ、今やばいです。誰もチェックしてないから顔崩し放題です。はい。でも今のバイト。聞いてください。私たちも今カレー頼んだんですけど、ライピー辛さなしで頼んでます。もあ、じゃあ標準、え、標準ですよね、うん、あ、そう、あこちゃんが今食べてるのどうでしょう。ほうれん草も食べてみなよ。ほうれん草食べてみます。うん、ほうれん草すごい。お、すごい。次何がいいですか。カニクリーム。これ？じゃこのままいき。なんか色。辛さゼロしか食べれないんだけど。雪見大福持ってきてくんない？どこにある？ああ、なるほどね。泣き出すよ多分。どっち？白い恋見るかっていうか。そう。マコも結構辛い。パピコとパピコ。パピコもアイスなんか。ゆるこ本当にダメなの。そう、辛いのダメなんだよ。何がいいの。え、まこちゃんはいけんの。このまま行く。なんかそこにって感じだ。このままやったらね。え、これ僕食べ始めたら後悔すると思う。あなたどっちにしたって頼んでんだから4からも残ったら食べなさいよ。え、4からも。4からでもあれですよね、その3からも食べないとチャレンジの挑戦権がもらえないということ。面白い。で、3からはなんか食べると縁起悪そうですね。なんか
え、2でこれだったら結構やばない。やばい。あとは0でこんなになってるよ。ちょっと私ココイチこの人たち食べるとき全部甘口にするもん。そうなの。食べた瞬間は大丈夫。飲み込んだ後息吐くときに燃えるここが。まあ全然普通っすけど。そう、来るよ。え、ナイピーに水渡したらダメ。ナイピー、水飲む。今日は水なし。いやでも全然 ありえる範囲だって。今僕ルーだけで来ました。本当だね。ロビーたちが大げさにしてるみたいになるやん。あ、カレー見て見て、ほらサラサラなのにそれドロドロじゃない。これドロドロっす。そうだよね。でもこれ3と4、4はちょっとやばい。要は4がこれの3倍辛いってことだからさ。でも、やばいこうならない。うん、辛いぐらい。うん、やばい。え、あなたがやばいのおかしいから。アコが本当に辛いの苦手だもん。うん、韓国あんな好きなの。そう、韓国いけんやん。韓国人なれん。うん、なれないから。鼻水出てきた、ティッシュ。うわ、今度鼻水禁止のカレーを食いやれよかった。鼻水禁止って勝手に出るものなのに。チーズとオムが多分辛さがなくなるよ少し。チーズがいい。ちなみに辛いの食べると結構攻撃的になりますから。そう、うん、テンションおかしくなる。うん、ナイピー全然ダメだった記憶ある。マジ。あ、でもこれ結構ヤバいっすかも。ヤバいっすかも。しゃべれてないし。まあでも僕はねこれ味見として食べましたから。今本体のカレーがございますから。全部食べたの。食べました、食べました。ルー残らず見せて。ルーはちょっと残っちゃったかもしれないです。なんだけど、うん、食べ終わった後ビリビリ。うん、うん、200g って結構多いね。うん、ご馳走してもらう。ん、ご馳走してもらう。え、これ通常は辛くないの。通常も辛い。ピリッとする。ちょ、誰4辛いけるっつったやつ。くちゃくちゃ食べない。やばい。今あんま閉じれない。あ、まあ全然普通っすけど。あ、そう。え、でも全然 ありえる範囲だって。今僕ルーだけでいきました。意味わからん。辛いの食べたら熱くなる。標準マジ普通っすもん。何も味しないっすよ。朝に食べたら。うん、味しないから薄やろ。ま、マジ味しない。舌がいっちゃってます。君大福食べても辛いんだけど。あ、そうか、まあ、アイス食べてるのかみんな。うん、現実はここ唐揚げ食べよう。唐揚げが1からですね。関係の勉強して。でも今のところ全員表情崩れてないですけど。可愛いですか、どうですか。可愛い、うちの子。今顔見ずに見ました。ロボちゃんそれ何から。キミ大福食べたら失敗だったかも。なんで。甘い。カレー系辛い。とんでもないかもしれない。とんでもないこと言われたんだけど。でも作ってたよ。
いつものブーちゃんにした。うん、ごちそうさまでした。え、どれみたいなのをしてたっけ。はい。あ、うん、あ、じゃあこれは大丈夫。あの、煮からが、あ、今、はーってしましたけど、は、は、見えないから、かわいい。ずるくないですか。ずるい。マコいけなかった、誰もいけないよ。僕で2でギリだなと思いました、今回は。なんかもう止まってたらお腹いっぱいだった。ちなみにアコちゃんはごちそうさまでしたよ。もう過去4回ぐらい行ってます。ちょっと完食。お、1はもう全然平気。何、もういらない。はまこちゃん、これ何、チーズ。1からすか。まだでも繊維が終了するまでね、顔の表情を崩せませんから。え、お腹いっぱいなの、あこちゃん。お腹いっぱいじゃない。だよね。おしんこなら食べ。おしんこ。で、あこちゃんさ、福神漬け今あるじゃん。これ全部食べたら2ポイントあげます。まこも食べたい。あこの挑戦だから今。うん、そんなん無視じゃん。何が、全部食べたらいいから。そんなん超楽じゃん。え、私煮から食べたのに痛いかもしれない。ないよね、これは。私が煮から半分食べるのって、この人が福神漬け全部食べるのって、チャラだね。ん、チャラです。チャラになっちゃうんですよね、こんな不思議な企画。でも全部食べれないようにする。あれ、変なこと、余計なこと言ってた。もう全部じゃないです。でも別にじゃあ食べない。噛む、噛んだ、噛んだ、見たくもないわ。舐めてみてよ。ん、まあ、うわー、ビビってるわ。私たちには食べさせようとしたのに。え、自分は食べないんだ。じゃあ一旦置いとこう。え、でもマジやばいかも、マジ汗止まらんかも。汗垂れてきてるよ、横。やば、本当にダメなんだ。え、ダメじゃない。ダメじゃない。認めない、認めない。食べれるは食べれるんだけど、汗がやばいよ。無理、お腹空いてない。もう熱くもないよ、横。てか、ハリーポッターの T シャツなんだね。そうだよ。初めて言いました。最悪だ、朝から一緒にいるのに。これどうすか、かわいい、かわいいすか。なんかあの、なんでしたっけ、動物園のクジャク、クジャク、クジャク、クジャクみたいな髪の毛してましたけど。かわいくない。炎天ですか、大丈夫ですか。どう、顔じゃないですか。顔じゃない、顔じゃない、髪型だから。
なんだっけ。3からどうします？3から。タイピが食べてよ、じゃあそんなこと言わなくて。一旦食べてみなよ。スプーン一杯とかやってみます、うん、じゃあさ、スプーン一杯一緒に食べようよ、一口だけ。うん、これさ、ポイントもらってもよくないですか？何ポイントよ。で、自分がもらうみたいな時もあるし。一口食べたらポイントちょうだい。じゃあ1で。1。これ3から3から一緒に食べよう。うん、ナッピーも。うん、えっ、あ、色がやばい。やだ、なんか3からでこんなこと言ってんのよとか思われるかもしんないけど。いや、でもやばい。この苦手な人たちからしたら、え、苦手とかじゃなくてやばいよこれ。多分3は、3からは最高だっけ。4が控えてる。4はこれがどうだったかで決めよう。ない、うん、こうやって生まれてきたんだよ。うん、こうやってママのお腹の中にいた。そうだね。はい、これでいい。うん、じゃあナイピーも一緒に行こう。せーので行こう。ご飯を先に取って。ご飯多くない？ねえ、ご飯多くない？多い。え、それご飯多い。これでいい。うん、じゃあナイピーも一緒に行こう。せーので行こう。ご飯多い。え、それご飯多い。早く。あー、負けた。マジで。全部肉もですけど、肉も取ってるから。こう。もっともうちょっともうちょっと。じゃ、いきますよ。せーの。ちょっと待って、わかんない。え、どういうこと。わかんない。もう舌おかしくなったんじゃん。全然黒くない。え、あの、本当に何も感じないです、うん、ちょっとピリピリってしてる感はあるんですけど。煮からの方がやばくない？煮からの方がやばい。え、これだったら別にそんなで。行っていいよ。まあ、行く勇気はちょっとないんですけど、その。え、ちょっと見てくんない？いいよ。ここで手を押さえられてるの。え、まこちゃんも3から1口食べてみて。ちょっと食べてごらん。全然いける。1ポイントもらえる。うん、そこなんじゃない。いいよいいよ、それ1ポイント。ちょっと待って、ちょっと待って、まこちゃん口入れた途端に言うなよ。楽かも。あ、な、あ、なんかさ、豚の味がする。顔どうですか、今これ。これがどうなん？え？かわいいな、これ。唇真っ白にして。どうですか、まこちゃんはもう全部かわいいですか？まこかわいい。生まれた時からかわいい。まこはかわいい。生まれた時から。まこは。まこは。ね、今日6美女いないけど。今日も ロコの勝ち。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と、コメント、お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。